はい蓮舫,君蓮舫ん立憲民主党の蓮舫です総理、報道によれば、本日12時40分ごろ、北朝鮮が東部のウォン山から日本海に向けて飛翔体2発を発射したとこのことです。防衛省によれば、我が国の排他的経済水域に飛来は確認されていないとはいえ、日中韓をはじめとする世界各国が新型コロナウイルス感染症対応に全力で当たっているさ中かでもあり、断じて容認はできません。 この件について通告はしていないんですが、可能な限りの事実関係と政府の認識、聞かせていただけますか。安倍内閣総理大臣北朝鮮による発射事案については、我が国の領域や排他的経済水域、e z への弾道ミサイルの被害は確認されては、確認されておりません。 報告は確認をされていないということでございますが昨今の北朝鮮による弾道ミサイルの度重なる発射は我が国を含む国際社会全体にとって深刻な課題です国民の生命財産を守り抜くため引き続き情報の収集分析及び警戒監視に全力を挙げてまいります蓮舫さんありがとうございましたさて総理2月29日の総理会見あれで国民の不安は払拭されたとお考えですか 安倍内閣総理大臣、まあこのミチ、えー、のウイルスとの戦いでございますから、国民の皆様もですね、大変な不安を持っておられるんだろうと思います。あの、えーまあ、午前中の審議においても、P、まあ、PCR の体制等についてもですね、まだお医者様さまが。ああ これ PCR を受けるべきと判断をしながら、受けられない方々もおられるということも、われわれも承知をしておりますので、こうした国民の皆様の不安をですね払拭するために、全力を尽くしていきたいと思っておりまレオさん。あの何も響かない、何も答えていない会見だったと思います。えっと、確認するんですが、最後に記者との質疑をやり取りされたときに、総理は答弁原稿を読んでおられるように見えたんですが。 これは事前に記者クラブの幹事者を通じて、質問内容を確認しているんですか安倍内閣総理大臣。あのまず、幹事者の方が質問されますので、その場合、詳細な答えができるように、通告をいただいているところもございます。また、外国プレスの場合はです、ね、いくつかの可能性を示していただくこともあるわけでございますが、必ずしもそれに限られいものではないと、このように認識をしております。 レオさんじゃあ、フリーランスの記者からの通告も受けてますか安倍内閣総理大臣。あのえー、それは、まあ、例えば、あのまあ、総理の記者会見においてはです、ね、これはあのおそらく、まあ、取りまとめを広報室で、えー、あの行っておりますので、私も詳細,詳細については今、ここでお答えすることはできないことでございます。レオさん ジャーナリストの江川翔子さんがまだ質問がありますと挙手をしました。なぜ答えなかったんですか？安倍内閣総理大臣あの、これはですね。あのあらかじめえまあ記者クラブとですね。あのま、広報室側であのある程度の打ち合わせをしているというふうに聞いているところでございますが、まあ時間の関係でえ時間の関係でですね。あの打ち出していただいたとまあこういうことでございます。<laughs> さん時間の関係で打ち切った、その後何か重要な公務がありましたか安倍内閣総理大臣。あのまあ、そのあ後も、えーまあ、打ち合わせを行ったところでございますが、まあ、しかしですね、あの基本的にいつもそのような形で,です、ね、総理会見というのは行われていたものと、このように承知をしておりますオンさん。 三十六分間の会見終わってその後すぐ帰宅しています。そんなに急いで帰りたかったんですか。安倍内閣総理大臣。あの、えー、いつも、えー、このまあ総理会見においてはですね、ある程度のこの、えー、やり取りや,やり取りについてあらかじめ質問をいただいているところでございますが、まあその中で。 誰にこのお答えをさせていただくかということについてはです、ね、司会を務める広報官の方で責任を持って対応しているところであります本さんいや、会見でね、総理はね、さまざまなご意見、ご批判、総理大臣としてそうした声に真摯に耳を傾けるのは当然だと、だったら、広報官を止めて、遮らないで。 会見を持ってて続けて江川さんはみんなの声に応えると何で自らそこでリーダーシップ発揮しなかったんですか安倍内閣総理大臣。あのまあ、総理会見においてはです、ね、多くの社が出席をしておられますし、多くの方々がまあ何問か質問をしたいというまあ希望も持っておられるわけでございますが、その中において、広報官の方で整理をしているということでございます。また 質問のこの通告をあらかじめいただいているのはです、ね、幹事者の方々からはいただいておりますが、それ以外の方々からはいただいていないというとこでございましレオンさん、はいあの。この間ね、基本方針が出されたでまで、まあ、イベントとか一斉休校とか、全部日替わり的に変わってくるんですよ、ころころ。これは場当たり的だったという反省はおありですか安倍内閣総理大臣。あのこれは 日々々状況は時々刻々と変わわっていいくわけでございますその中においてです、ね、適切な判断を行わなければならないわけでございますが、そこで政府としては、基本方針をお示しをしている、これは専門家の皆様にお集まりいただき、その会議のを踏まえた上えで、基本方針をお 基本方針を示すお示しをさせていただいているところでございますが、その中においてです、ね、今回については、まさに専門家の皆様が、感染の拡大を防ぐことができるかどうかということは、この1、2週間が瀬戸際であり、正念場であると、こういう認識をお示しをされたと、この上においてです、ね、考え、時間を取っている、判断に時間を取っている、いとまはないという中で、判断をさせていただいたところでございます。 さんあのね、政府が決めたことを総理がすぐひっくり返す、あなたの言動が社会とか、えー、国民に混乱を招いているとの自覚はありますか安倍内閣総理大臣あの。政府として決めたことを私がひっくり返しているわけではございません。基本的にです、ね、専門家の皆様がお示しになったのはです、ね、この 1, 1、2週間が感染が拡大するかどうかの瀬戸際である。 そして正念場である、まあ、この考え方をです、ね、覆すのであれば、それは覆したということになるわけでございます。そして先ほど申し上げましたように、基本方針のです、ね、方向性の中に私は沿って、その中で,です、ね、政治判断を要する判断については、責任を持って判断をさせていただいたということでございます。根尾さん 安倍内閣の対応は、この一月半、本当にすべてが後手後手だと思います。中国の感染者が1万人に迫り、WHO が緊急事態宣言を出す直前になって、ようやく1月31日、全閣僚出席の対策本部が設置、ところが専門家を構成員とする専門家会議は、中国、世界で感染者が7万人を超え、我が国で感染者が確認されてから1か月後の2月14日にようやく設置。これ危機管理に鈍感だったんじゃないですか 安倍内閣総理大臣、あの、えー、まあ本部を設置をしたのはですね確かに委員あ、えー、の方があ今発言された通りでございますが、その以前にですね官邸閣僚会議を開催し我々対策をそこで検討し協議をし決定をしているところでございます。また危機管理におきましてもですね。えー その上においてです、ね、さまざまなレベルで検討を行っているところでございますリオさんいや、関係閣僚会議、たった2回じゃないですか、しかも10分ずつじゃないですか、こうした政府の緊張感のなさが、薄さが閣僚行動に現れたのが、対策本部を政務で欠席した小泉環境大臣、あるいは子どもに責任を持つ萩生田文科大臣、入管行政の森法務大臣、何に出席するために、 感染症対策の会議を欠席したんですか小泉大臣地元の横須賀での新年会に出席をしまして、危機管理上、政務三役での連携調整は踏まえた上えで、ルールにのっとった対応だということは、 野党の先生からもそそれはそうだとしかし、やはりその間に地元に戻ったのはいかがなものかと、そういうご指摘を真摯に受け止めて、反省をしています、政務官の代理で、危機管理上、万全の対応はできると、そういうふうに思いましたが、これからしっかりと先頭に立って、今後の対応、情報発信、しっかりと環境省としての役割を果たしてまいりたいと思います。 あ森法務大臣東日本大震災と原発事故が起きた3.11の2011年その年に、被災地のためにダウン症の書道家、金沢翔子さんが記念館を建て、 以来毎年このの時期に全国の障害児と子どもたちを集めてて行っております事前にはコロナ会議は決まっておりませんでして、蓮舫委員もご存じのとおり、在京当番に宮崎政務官がおり、彼はコロナ対策を含む入管の担当でございましたので、危機管理上のルールに基づき、政務官に代理出席をさせましたが、ご指摘を踏まえ、真摯に反省しております。 萩生田文部科学大臣第10回の新型コロナウイルス感染症の対策本部につきましては、危機管理上のルールにのっとり、省として役割分担をしながら、文部科学省においてあらかじめ調整していた副大臣が出席していたものでした。もちろん、当日の会議終了後には、会議の内容については速やかに報告を受け、対応には万全を期しておりましたが、 私出席したのは地元の消防団の叙勲の祝賀会でございました。式典と、まあ、祝賀会と二部制だったんですが、式典に出席をさせていただきました。公務と政務、どちらが大事かと問われればですね。これは反省しなくてはならないというふうに思っているところでございます。根尾さん。二月十六日の政府の会議はクルーズ船の下船を二月十九日からと決める大変重い会議でした。ところが新年会、初動展の挨拶。 消防団それも大事でしょう、でも国民の命を守る会議の方が大事なんじゃないですか、で官房長官は、出席するどころか、会見で必要な公務、業務があれば、それをやむを得ないと推認しました、いい,い,いいんですか菅内閣官房長官。<laughs> 私はこの際際にに東東京京大臣が東京に あらかじめ副大臣、または政務官が大事で対応できるよう、各省庁で調整をしており、いずれの大臣についてもその調整に基づき、大臣の副大臣が対策本部に出席したというふうに承知しており、まあ、その上で、今も3人の大臣から反省の弁がありましたけれども、国会においての指摘を真摯に受け止め、発していているのに述べられてそうしたことを衆議院の予算委員会で申し上げました。 平本さん。総理。注意はしましたか。ええ。本さん。は総理です。総理総,理総理ですよ。総理。総理菅。内閣官房長官。あの、捜査指摘を受けて、私は注意しました。安倍内閣総理大臣。あの、まあ、危機管理につきましては。<laughs> 官房長官からご説明をさせていただいた形で対応させていただいているところでございますが当日の会議本部につきましてはいわば急な決定ではあったのでございますが今、官房長官からお話をさせていただいたようにです、ね、こうした時期に考えみ、ね、注意をするようにということで。 えー、官房長官を通じて注意をした,たところでございますさん政府の専門家会議の見解では、症状がなくても人と人との距離が近い接触、一定時間以上の会話が多くの人々との間で交わされる環境、そこに行くことをできるかぎり回避をと言ってるんですねで、集会や行事の開催方法の変更を呼びかけた、ただその呼びかけた夜、翌日の夜、西村大臣、北村大臣、竹本大臣、何されました 西村大臣。25日の夜ですね、政務で、わ割と6時、7時近くまで私、公務で大事にしておりましたけれども、その後政務の会員に出席をいたしております。はいあ竹,竹本大臣 2月25日火曜日ですが、この日は杉田美穂議員のパーティーへの出席をいたしたわけでございます。あの大臣室でこの日は面会をこなした後県政記念会館で行われた杉田さんの杉田水脈さんを育てる会に出席いたしました <laughs> まあ美穂さんですはい。 乾杯までおりまして約15分か20分ぐらいであのその席を立ちました。あとは会館に帰りました。以上です。北村大臣、北村大臣お答えいたします、えー。2月25日火曜日の夜は 大臣室で地方公共団体の長の方と面会をいたし、憲政記念館で、県政記念館で自民党の議員の会合に立ち寄った後直ちに帰宅をいたしました。 村担当大臣お答え申し上げますあの私も杉田水脈議員のパーティーに出席をいたしました、この日はです、ね、25日の昼に、政府の基本方針を決定いたしまして、その中にはです、ね、現時点で全国一律の自粛要請を行うものではないが、 専門家会議からの見解も踏まえ、改めて検討するよう要請するということでありましたので、まあ、主催者側において開催を判断するものというふうに理解をしておりました。その上で、同、えー、議員のパーティーは主催者の判断で開催されたものと承知をしております。あの私の記憶ですけれども、出入り口には消毒液が置かれたなど記憶しており、感染防止に向けた一定,の一定の対応が取られていたものというふうに、えー、記憶をいたしております。 あの私自身はです、ねえー、かなり遅れて出席をいたしましたので、えー、私が出席し,てたし,てした時点では人数はかなり減って少なかったと記憶をしております、あの挨拶をして、まさに私自身はもう速やかに退出をして、えー、感染防止に留意して行動したところでありますます、あ、今後ととも、えー、状況を踏まええててて適切にに対応しいいいきたういいうふうに考えております。 あのね、入り口に消毒液があったから、自分が行ったときは少なかったからいいっていうレベルの話ですか、<い>政府として専門家会議の意見を踏まえて、国民には集会を回避してくれって言ってるのに、なんで言ったんですか、じゃあ、適切でした、この行動。石村担当大臣あの念のために申し上げますが、あの安倍総理からですね、えー 二十26日の本部会合で、今後2週間は中止延期、または規模縮小等の対応を要請するということで、発言を指示がなされたところ、要請がなされたところであります。その前日の段階では、現時点で全国一律の自粛要請を行うものではないがということで、主催者側において判断、改めて検討するよう要請するということで、主催者の判断でこれはなされたものというふうに思います。その上で えーまあ、あのどの程度あの、感染防止の対応がなされたのかは、先ほど申し上げた私の記憶では消毒液はあの記憶をしておりますけれども、えー、いずれにしても、あの私自身は、あの私自身は、えー、短い時間で、えー、挨拶をして、退席をしたということで、私自身の、えー、は感染防止についての、えー、留意して行動したというつもりであります。いずれにしてもも今後ともあの た況今のね、大臣としての行動適切かどうかたいと適切かどうか、適切かどうか、大臣としての行動でそれが適切かどうかで西村大臣、えー。今に思えばですね、 その開催の主催者側にどういう対、どういう感染防止の対応を取っているのかなどですね、確認すべきであったのかなということは感じておりまレオンさん、あのね、大臣ね、滞在時間短いと感染リスク下がるんですか西村大臣。 あの挨拶を要請されておりましたので、挨拶をして、えー、できるだけ速やかに退席をしたということで、えー、もちろんあの人と接する時間が短い方が、えー、それは感染リスクが低くなるんだろうと、一般的にはあそういうふうに思います礼王さん総理ね、揃いも揃って、あなたの内閣の大大臣の危機管理大丈夫ですか安倍内閣総理大臣。あのこの、ま、新型のコロナウイルス。 感染症の拡大防止に向けてですね。まあ、政府として基本方針を定めたところでございます。また、先般は、国民の皆様にもですね、ご協力をお願いしているところでございます。まあ、こうした考え方にのっとってですね。国民の健康と暮らしを守るために、政府一環となって、閣僚も一環となって、対応していきたいとこう思っております。根尾さん。まだあります。秋葉総理補佐官。 地元・仙台での政治資金パーティーに出てたことを記者に問われ、物理的に中止との選択肢は難しかった、宮城県には感染者は出ていない、その直後に出ました、で、他の議員もやってると開き直りました、総理が一転して中止延期を要請し、大規模ライブ、スポーツの試合、遊園地等の休園が相次いでます、補償措置がなくて、自腹で自己破産覚悟と発信した有名ミュージシャンもいる、秋葉補佐官、罷免させるべきじゃないですか。安倍内閣総理大臣 本件については、基本方針の趣旨を踏まえて、開催の適宜も含め、慎重に判断すべきことだであったと考えております。先週金曜日の夕刻に、秋葉補佐官を呼びまして、調節注意を行ったところでございます。今回のことをしっかりと反省しながら、この問題についてもです、ね、拡大防止に向けて、補佐官として全力を尽くすことを期待しております。 さん 2>, 2月24日に会見をした専門家会議の副座長は、飲み会などにはなるべく行かないでほしいと会見で強く呼びかけました。総理は国会議員や財界の方々と夜の会食を続けているんですが、それは適切ですか安倍内閣総理大臣。いわばこれはあの、あの大人数の立職ということではなくて、いわばわれわれ、 こううしした少人,数のです、ね、少人数の会合をすするようにはは要請はしていないいなわけでございますそういう中においてです、ね、私も当然、さまざまな方々からいろんなお話を総理大臣としてお伺いをする必要はあると、このように考えているところでございまして、そうした多人数の、大人数のです、ね、会合はもちろん開催をいたしませんし、そうした会合には出席をいたしませんが、この 専門家会議の皆様のご要請の範囲内の中においてですね、えー、許容される範囲,の、ね、範囲内の中において、これは国民生活全般にわたることでもまあございますが、そういう少人数の会合そのものをです、ね、もちろんやめたほうがいいということをわれわれは申し上げているのではないわけでございまして、そういう中において、そうした機会を作っているということでございます。さん すいません。副座長は別に少人数だから大人数だからとは言ってませんよ。飲み会などにはなるべく行かないでほしい。利尻中間が瀬戸際だ。総理がずっと言ってる言葉じゃないですか。安倍内閣総理大臣あの、それはですね。あのいわばまあ、基本的にはですね。 多人数が集まる場所での会合には行かない方がいいということであります。一切です、ね、人と共に食事をすることを禁じているわけではもちろんないわけでございまして、そうした,そうした会合そのものをです、ね、今自粛、自粛してもらいたいということを、専門家の皆様も申し上げているわけではないわけでございます。まあ、そうしししたことをを確認をしながらです、ね、私も行動していいるわけでございます尾さん はい、あの意見交換するんだったら、夜の会食じゃなくて、ちゃんと時間を設けて、専門家から話を聞けばいいじゃないですか、あるいは国会議員と宴会の時間があるんだったら、現場に視察に行くとか、関係者に話を聞きに行くとかすればよかったんじゃないですか、あのそれと総理がね、子どもたちの健康安全を第一に考え、全国の小中高に休校要請したと発言したんですが、加藤大臣はこの発言、いつ知りました 加藤厚生労働大臣。発言そのものは、あの政府の本部会合でなされたというふうに承知をしています。蓮舫さん。その時に知ったんですか。加藤厚生労働大臣。いや、今、議員、議員はあの発言を知ったかとおっしゃったんで。 発言を知ったのはそのときだということを申し上げたんで、委員の趣旨がそういう政策を取ることを知ったのかという趣旨であれば、確か私、のその日は午前中はです、ね、衆議院の予算委員会に出たり入ったりしておりましたので、その後ではなかったかというふうに思っておりますオンさん。 知ったときに保育所が対象外というのも合わせて知りましたか。加藤厚生労働大臣。その時はですね、小中高と特別支援学校は休業を要請する。ということを承知をしておりましたので。幼稚園そのものをどうするのか。という判断は残されていたと。それについて、あの。 あごめんなさい保育園ですね保育園はどうするかというところは残っておりましたんで、まあ、これは指示の外なんで、中で相談をして、保育園、学童保育園については引き続き実施をしていくということを決めさせていただいたということであります山ささん反対されましたか加藤厚生労働大臣。 いや反対するということではなくて、そういう情報が入ってきたっていう、私のところにですね入ってきたということで、いや、これはあの予算委員会出たり入ったりしてますから、その中で、そういう議論を政府の中でしているということを、私が役所の人間から報告を受けましたんで、それについて、その範囲が今、小中高、そして特別支援学校ということだったので、保育園等についての取り扱いをどうするかという中を議論し、 先ほど申し上げた保育園や特、失礼、えー、放課後児童クラブについては、引き続き実施をしていくということを中で決定をさせていただいたということであります蓮舫さんいや、ちょっと驚くんですね。 あの小中高が一斉休校をして、大臣が所掌している保育所は解消するという方針を、委員会室に役所からメモ出しで入ってくる、その程度のやり取りでこれだけ大きな判断をするということに対して、加藤大臣は当初から賛成したんですか加藤厚生労働大臣。 いやその小中高の判断は、あの私自身、そこの中にはあの判断に当たっては入っておりません、したがって、そういう判断がなされている、議論がなされているということを、先ほど申し上げたように、役所の人間から報告を受けて、じゃあ、それ以外のところをどうするかということを中で議論させていただいたということであります蓮ンさん,ん、中で議論した、どこでですか加藤厚生労働大臣。 あの厚生労働省の中でありますさんあの、ね、子どもたちが長時間集まることによる感染リスクに備えるから、小中高は一斉に休業を要請し、保育所は除外と、ちなみに保育所の解消時間は何時間でしょうか。 加藤厚生労働大臣あの基本的に11時間、時間は多少それぞれの保育所の運営で任されているというふうに保育所は11時間解消している、学校より相当長いんですよ、しかも0歳児や1歳児や2歳児は、マスクをつけられないようにつけ続けることもできない、咳エチケットもできない、狭い室内でテーブルを挟んで食事をする。 感染リスクは学校より保育所の方が実は高いんじゃないですか加藤厚生労働大臣。まあその点については、あの家で1人のいることができない年齢の子供さんを預かっているということ、また春休みもないという、学校とは異なるということ。 まあそういったことから感染の予防に留意した上で、原則として引き続き、解消していただくということにしたところであります蓮ンさんあの、家で1人でいることができないお子さんという議論をしてるんじゃないんです、保育所は感染リスクが学校より低いんですかと伺ってるんです加藤厚生労働大臣。 その換気につい,あの注意していただくとかです、ね、いろんな対応によってそれどっちが高いか低いかということをどちらの方が高いか低いかということを一概で申し上げることはできないという,ふうに思います。 じゃあもう一回蓮和さん、はい蓮和さん。すみません、保育所の環境をよくすれば学校よりも感染リスクが低いというエビデンスがあるんですか。加藤厚生労働大臣。あの保育所もいろんないろんな保育所がありますよね、インコ小中のように、学校もいろんな保育いろんな学校がいろんなってその。 いろんな学校があるわけですから、それを一概に比較して、あるいはどういう環境を指しているのか、どういう環境があるのか、いやですから、それはそういった意味において、小学校の方がと、保育園と比べて、ですねどっちが高いとか低いとかっていうのは、一概には申し上げられないということを言っているわけであります根尾さん。 はい、え今日はあの国立感染研の所長で、政府の専門家会議の脇田座長にお越しいただきました、ちょっと教えていただきたいんですが、保育所や幼稚園、学童は、学校より感染リスクが低いという、そういう疫学的根拠ありますか国立感染症研究所長、脇田隆次君、はいあの。そのようなリスクの比較につきましては、あの専門家会議、あるいは感染研の方では行っていないところです蓮舫さん、はい。つまりね。 子どもたちの健康と安全を第一に考えて、総理が小中高一斉休業をして、でもそこには守られる子どもたちに含まれていない保育所、幼稚園、学童の子どもが出てきた、なんで子どもの居場所で線引きをしたんですか、総理。加藤厚生労働大臣 ですから、それは先ほど、小中高特別支援学校というご判断をされ、総理がご判断をした中で、保育園と放課後児童クラブに関しては、私ども厚労省の中で議論をし、先ほど申し上げた事情等、そして感染防止をしっかりやっていただくという、そういった中で、引き続き開業をお願いしようということにさせていただいたということであります安倍内閣総理大臣。あのえー、まあ保育所等についてはですね。 家に1人でいることができない年齢の子どもが利用するものであること等を踏まえて、感染の予防に最大限留意した上で、原則として引き続き解消していただくこととしたところでございます根尾さん疫学的根拠を教えてください。そうしないと親だって心配ですよ、預かってくれるのはありがたいけれども、感染リスクが学校よりも低いというエビデンスがなかったら、親だって心配でしょう、うそのエビデンスを教えてください、総理安倍内閣総理大臣。 この疫学的な見方については、先ほど所長からですねお答えをさせていただいたとおり、いや、いただいた、お答えをさせていただいたとおりですね、今、お答えをさせていただいたとおり、今、お答えをする、疫学的な判断についてですね。 あの、疫学的な判断については所長からお答えをさせていただいたように疫学的な判断をするのは困難であるということでございますその上においてどうするかということでありますではこの幼稚園においてあるいは保育園において対応をすることが難しいのであれば小中高大 特別支援学校もすべて開校すべきかどうかということでございますがその際ですねやはり我々は最大限子どもたちの健康と命を守るために何をすべきかということを判断する上において高校を 中学、小学校、そして特別支援学校については、休校、休業という判断をさせていただいたところでございますが、他方、保育所については、企画的なこの判断はできないということは、先ほど所長が申し上げたとおりでございますが、その中で、この家に1人でいることができない子どもが利用するということ、また春休みもですねないということも含めて、え我々は判断をさせていただいた。これはあの この大臣からお答えをささせていいいたただりでございます尾さんちょっとあの確認をするんですが、脇田座長ね、休校要請を総理がする前に、政府の専門家会議に何か諮問とか、意見を聞かれたことありますか脇田貴司君はいあの特に諮問ということはございませんけれども、その前のわれわれ、えーえー、あの専門家会議がありまして、それは2月24日でございます。 でそこであの新型コロナウイルス感染症対策の基本方針の具体化に向けた見解というのを示させていただきました。でそこにおきましては、感染の拡大のスピードを抑制することは可能だと考えていて、でそのためにこれから1、2週間が急速な拡大に進むのか、収束するのか、そのまあ瀬戸際になるということを述べたところであります。で症状がががなないいい人人人でででも対面で人と人の距離が近い接触が会話などで一定時間続いて 多くの人々との間で交わされるような環境に行くことをできる限り回避をすることというお願いもしております。でさらにあの教育館等に,におきましては、それぞれの活動の特徴を踏まえてえ、集会や行事の開催方法の変更、移動方法の分散など、できる限りの工夫をえ講じることをお願いしたというところでございます。まあ、そういいったたた見解をあの専門家会議とししてては出していただきました出さん 読ませていただきました見解、この見解の中に、専門家会議として、学校一斉休業が望ましいと書いてありますか秋田研究所長、はい、その時点でそのようなことは書いておりません。さん、はい、総理ね、24日の専門家会議の見解には、確かに総理が強調するように、ここ1、2週間が就職させられるか、広めるかの瀬戸際だという、思い重い。<laughs> 認識から始まって、いろいろなお願い事が書いてあるんですけれども、ここには学校一斉休校、要請が適当、妥当、そういう疫学的根拠があるというのは、一律も書いて、一言も書いてないんです、どうしたらそれを政治判断で導き出すことができたんですか安倍内閣総理大臣あの、専門家の皆様からの提言についてはです、ね、知見については。 今、所長から今、お話があったとおりでございますが、これから1、2週間が急速な拡大に進むのか、あるいは収束できるかの説得はとなると、この見解が示されていることの中においてですね、さらに、大人のみならず、子どもたちへの感染事例も各地で発生をしました、そして北海道や千葉県、千川市、大阪市、堺市など、各地域において、 学校休業などを、学校給与を行うなど、子どもたちへの感染拡大を防止する努力がなされているところでございます。い,いわばまさにこうした措置がです、ね、これはあの専門家、介護の皆様が知見を示された後実際に捉えたわけでございます。まあ、そこで、それは果たして地域限定だけでよいのかどうかということでございますし、また、こうした措置を捉えた学校、 捉えた地域におきましてもです、ね、今までここで議論しているさまざまな課題は発生をしているわけでございます。その中においてです、ね、やはり国として、総理大臣として責任を持って判断をすべきではないかという結論に至ったところでございます専門家会議に提出された資料を読むと、新型肺炎の特徴の一つが、高齢者における感染例の集積があり。 小児における重症例が少ないことが特徴ですと明記されているんです。総理ね、子どもの安全は大切です。でも WHO は19歳未満の罹患率、感染者は全体の2.4%、極めて低いんですよ。なんで、なんで子どもなんですか、安倍内閣総理大臣。それは当然、々もですも、ね、その知見は共有をしているところでございます。 しかし同時に、先ほど、茂木大臣からもご紹介をさせていただきました、新型コロナに関する WHO と中国合同調査団による報告書概要でございますが、流行国、発生国に対する勧告でございますが、その中に、学校閉鎖とマルチセクター関与の対策ということが書いてあるわけでございまして、WHO もですねそ,うそうした選択肢も示しているところでございます。まさに、えー これはあのもちろん高齢者に多いわけでございますが、高齢者でない方々のですね死亡例もあるわけでございます、もちろん軽症の方が当然、高齢者でない方々には多いわけでございますし、無症状の方もおられるのも事実でございます。まあ、しかし、我々としては、最悪の事態を避けなければならないということで、学校において新たなクラスターが発生することだけは避けなければいけないと、このような判断をしたところでございます。 w h a の報告書、私も持ってます、都合のいいところだけ使わないでください。この報告書では、80歳以上の感染者の致死率、5人に1人です。極めて重いんです。で、政府の専門家会議でも、これまでの調査で、高齢者、基礎疾患を有する者の重症化リスクが高いと指摘されている、優先すべきは、施設にいる高齢者の健康と安全への万全の措置じゃないですか。これは 二十25日にまとめられたこの見解で十分だとお考えですか安倍内閣総理大臣。まあこのえまあコロナウイルス感染症の流行の中において、当初からですねそうした知見が示されているわけでございますし、われわれも例えば、ダイヤモンド・プリンセスの事案においてもまあそうでございますが、大変。 高齢者の方が重症化しやすい、発症しやすいというのは承知をしておりますので、そうした例えば高齢者の施設等に対してはです、ね、もちろんこの注意を促しているところでございますし、対策に万全を期しているところでございます。しかし、同時にです、ね、子どもたちへの感染事例も各地で発生しているのも事実でございます。そうした 事態にも我々は対処しなければならないと、こう思っておりまして、どこだけにですねこの対処していればいいということではありません、もちろん、今までのですね疫学的な事例等も見ながら、適確にですね支援配分をしていくということは当然のことであろうとは考えております礼央さん。あのね、対策に万全と言われましたけれども、政府の基本方針を見ると、 高齢者施施設設等におけるる内感染対策を徹底する1行完結です行でもう一つ記述があるのはね、高齢者施設等において、新型コロナウイルスへの感染が疑われる者が発生した場合には、感染拡大防止策を徹底するとともに、重症化の恐れがある者については円に、円滑に入院医療につなげる、発生した場合、それと、えー、感染対策を徹底しろ、施設に丸投げ。 子どもたちも最初、そういう書き方だったんですよ、都道府県に任せるとか、イベントも主催者に任せるとか、ところがイベントは一転して中止延期を要請、学校は一転して一斉休業を要請、高齢者はなぜ一転しないんですか。加藤厚生労働大臣あの基本方針における書きぶりりりは委員のの指摘のとおりでありますが加えて 2月24日付で感染拡大防止徹底の観点から、これはの高齢者介護施設の職員は、出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が見られる場合には出勤を行わないことの徹底、面会についても緊急をやむを得ない場合を除き、面会が制限が望ましく、面会を行う場合でも体温を計測し、発熱が認められる場合には面会を断ること。 委託業者についても、物品の受け渡しは玄関など施設に限られた場所で行い、立ち入る場合には体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には、立ち入りを断ることなどについての取り扱いについて、周知を図らせていただいたところであります山本さん。今、ちょっと驚くべきように、自民党の席から高齢者は歩かない、増川議員がやじりましたけれども。えー、こんな認識で ご高齢者の命の安全を守るというのを与党議員が持っているのに今、驚きましたあの。加藤大臣も同じ認識ですか、高齢者は歩かないから、施設にいるから寝たきりだから、対策しないでいいという考えですか。加藤厚生労働大臣。あの今の,その不規則発言の話、ちょっと私聞き、あの聞いてませんから分かりませんが。 高齢者だって、元気な方は歩かれますし、施設の中においてもで,すねできるだけ歩いていただくように促しているところでありますあ<ー>。まあ同時に、ただ、さはさりながら寝たきり等と、あるいは基礎疾患を抱えた方が大変多いところでありますから、一旦感染をすると、重症化をして、場合によっては最悪の事態を迎えるということもありますから、ここは先ほど申し上げたように、重々注意を払って、それぞれの職員、また面会に来る方、 あるいはそこに入る業者の方、十分な注意を促しているところであります本さんあのぜひ、もっと踏み込んだ在的支援も含めて、施設大変です、自分たちで訪問者をもう受け入れないようにする、とにかく徹底した消毒をする、いろいろなタオル等もシーツ等も清潔を極めて、負担が本当に重くなっているので、ここはぜひ強い姿勢で踏み込んで対応していただきたいとお願いをさせていただきます。でこれ 安倍総理ねうん、総理の会見でえ、休校一斉要請に伴って生じるさまざまな課題に対しては、政府として責任を持って対応とおっしゃった、どういう意味ですか安倍内閣総理大臣。この休校に伴ってです、ね、例えば まあ先ほど来、理論になっております小学校低学年の方々のご両親においては、お子さんの面倒を見るために休,業あの休暇を捉える方、休業される方等々がおられるんだろうと思います。また、それに伴って中小企業、小規模事業者の皆様が、この経営上、さまざまな困難を抱えるということにもなるわけでございまして、そうした方々等については、雇用調整助成金等々を活用しながら、 この休場に対する、あるいはこの賃金が減少することに対する保障等について、しっかりと対応していきたいと、こう考えているところでございますさん雇用以外にも、いろいろと生じるさまざまな課題があると思うんです、じゃあね、保育所や幼稚園、学童で子どもが感染症に感染した場合の政府としての責任の取り方は何ですか。 加藤厚生労働大臣その感染したっていうのは、誰かそこの感染した方がその施設に来られたということでありますから、そういうことのないようにですね対応していくってこれが基本だというふうに思いますし、したがって、そうした事例があった場合、あるいはその地域でそうした発生がまあ見える場合、 こういった場合には、保育所とかです、ね、あの放課後児童クラブは、閉所するという判断を取るということがあると思います根尾さんいやそういうことがないように、子どもの居場所によって感染リスクの高い、低いが分からないんだったら、線引きをしちゃだめだと私は思うんです。じゃあ、他にもね、学校は休校、自宅待機、これ、塾に通うのも中止要請すするんですか、はい、萩生田文部君。はい 文部科学大臣あの塾は所管はしてないんですけれども、基本的に学校を休校して、できるだけ自宅で待機をしてもらいたいということを要請しておりますので、塾もです、ね、そこに多くの学生、子どもたちが集まったら同じことになってしまいますので、えー、ぜひ、えー、自粛をしてもらいたい、こういうことを経済産業省を通じてお願いをしました蓮さん経産大臣、塾自粛でいいんですか。 産業大臣。 先日、総理がすべての小中高等学校に対して臨時休業を行うように要請したのは、子どもたちの健康安全を第一に考え、感染拡大を防止する目的と承知をしております。ご指摘の施設について、施設、まあ、商業施設やあの私どもの所管する塾ということでありますが、経済産業省としてもどのような対応ができるか、産業界と対,応対話をしてきたところであります。結果営業業活動やイベントのの自粛等の判断をした企業もあると承知 しております引き続き塾につきましても、えー、業界団体を、業界を通じて、えー、そういう形での対応をお願いをしているところであります尾さんそういう形での対応というのは、塾に行くのを自粛する、それを塾の皆様方にご説明したということですか。梶山経済産業大臣、えー、塾のの団体に対してこの2週間 え自粛をしていただけるようにお願いをして、塾としてあの団体として対応をしていくということで聞いております。蓮舫さん、あのね塾は民間です。顧客である子どもさんが自粛で塾に来られなくなったら経営なんです。政府としてどんな責任をデカッとしますか？梶山経済産業大臣。 当面自粛のお願いをいたしまして、そこで発生したことにつきましては、政府が責任を持ってということで、お答えをしております蓮舫さん、政府の責任を持った対応とは何でしょう。梶山経済産業大臣。民間でありますから、資金繰り等につきまして、しっかりと対応していくということであります蓮舫さん。 省として破産した場合には、それは塾の自己責任ですか梶山経済産業大臣。そうなる前に、融資や補償の対応をしていくということでありますさんいや、聞けば聞くほど、本当に場当たり的な判断で、各大臣も相当大変だというのが今、垣間見えてきたんですが。 特に子どもさんが今回、いろいろと課題が想定できるんですけれども、少子化担当大臣は、この小中高の一斉休校要請、いつ知りました伊藤担当大臣。 確か二十27日の対策本部の会議でですね、えー、知りました。はい、さん少子化担当大臣は、えー、文科省や厚労省や、まあ、地方ですから総務省、さまざまな部分の縦割り行政を排する役割なんですけれども、聞いたとき、どう思いました江藤大臣。 正直な感想を言いますですでね、えー、この前にずっと起こってきたことはですね、えー、まあ私はあの2 0 2日ぐらい過ぎからですねからが15日ぐらいにいろいろ原因がわからないってことありましたけど、えー、やっぱりちょっと20日ぐらいからどうも異常だなっていう感じを持ってましたですから、えー、22日土曜日23日の天皇誕生日ですから24日 これぐらいのときに一つのいろんな兆候が出てくるのかなという感じで見てました。で、このときに出てきたのがですね、韓国での大規模な集団の感染でありました、情報が入ってきたのはですね、それから今度は日本国内におけるです、ね、小規模な感染ということが起こってきているという話がございましたからですね、そういう中で、まあ、政府としてはおそらく、 えー、いろんな、えー、集まりについてです、ね、やっぱり気をつけるべきであるということでもって出していった、そうすると企業活動についてもです、ね、いろんな形で、えー、できるだけテレワークにしてもらいたいとかです、ね、いろんなことのお願いをしながら来ました、また会合についても、そういう会合についてです、ね、できるだけ全国的な規模はまずやめるべきだとかです、ね、やめていただきたいとかです、ね、そういう感じにしましたからです、ね、そういう中で、あと集団で活動してるっていうのは、やっぱり、 えー、小中高がです、ね、非常に多かったんで、すね私はこれはやっぱり思い切った決断をしたなと、えー、逆に言えば、ですね、えー、この集団感染をですね防ぐために、ですねそれの重い決断をしたなという具合に、総理を評価いたしました、以上ですみません、総理を評価してるかどうかなんて聞いてません。 少子化担当大臣としてどんな課題をまとめなければいけないと思われましたか。江藤担当大臣、えー、少子化担当としてです、ね、そういうものがありますね直接的にするのはです、ね、門下でありです、ね、あるいは厚労の方であるというふうに思っておりますす以上で根尾さん。 文科功労に丸投げですか、あなたは省庁を調整をする役割を持ってるんですよ、調整をしなければいけない仕事は何だと思いますか。江藤担当大臣、えー、私は今、少子化に向けてです、ね、必死に、えー、いろんな、ね、関係をやっているということであります。その少子化の方の担当をいたしております。えー、具体的にですね、これをどういう処理をするかということについてはですね。 え担当、担当はつかさつかさあって、そこで話をしていただいているというふうに思っておりま礼央さん、礼央さん、礼央さん。あのね、仕事を休めない親が子供の預け先がないときにどうしたらいいか、困窮家庭はどうしたらいいか、シングルマザーはどうしたらいいか、ね、学童に預かってもらえない子供はどうしたらいいか、それは功労分野、あるいは文科分野、あるいは、 地域の格差もありますからば総務の分野もあるそこと省庁横断的に自分は何をやらなければいけないという少子化担当大臣としての責任や使命はないんですかない、ね、伊藤担当大臣あの中長期の政策としての,あの政策調整するんです、うんえー、私の方はあくまでもです、ね、少子化についてのですね、その方のどうするかということを今議論しているところでございます、えー、直接的にですね。 え小学校や中学校や高校校やや中高を担当してるわけでもありません、えー、ただですね、えー、あえて、えー、まあここでから申し上げれば、ですね、えー、小中高までのですねことについての集団感染を防ぐということについて思い切ったことをやったなと、そのときに保育所とかです、ね、でいう具合に踏み込みたいと思うでしょうが、もし踏み込んだら、ですねここに勤めているお母さん方、保育にかけるからこそですね、 保育が大変だからこそ、これ、預かっているわけでありますからです、ね、そこまでいくにはです、ね、これはちょっとね、大変だから、どういう措置を取るかということについてです、ね、また別途考えなきゃいけないなということについては考えましたが、これは今、私の所感ではありませんけどです、ね、もし今、えー、あえて私が言うな、聞かれた、一個人として聞かれたすんならばですね、これではい、結構です、ね 蓮さん,さんすみません、今、最後に何か言いしてました <laughs> えはい、江藤担当大臣。江藤担当大臣。江藤担当大臣話しし、もしし別に何も言ってませんけれども、それから。 少子化担当大臣としての仕事は何をしてますかということですから、ですね今、私どもは、えー、この昨年の暮れまでにですね専門家の方々からですね少子化に対するいろんな答申を頂い,いて、そしてできればこの年度内に、あるいはもう今のような状態になってくると、ちょっと、えー、分かりませんけど、ですねできるだけ早く少子化の対抗をまとめたいと思ってですね。 えー、この内容について必死に今議論をしているところであります。それから、えー、あえて言うならばですね、この、えー、まあ、えー、<laughs> 安倍内閣総理大臣あのまあまあ今回今回のですね。 今回の小中高、そして特別支援学校の方全校の一斉の方休業の方要請につきましては、これは危機管理対応でございますから、現場を持っている厚労省、そして文科省において、現場において対応しているということでございます。そして今、蓮舫委員が指摘されたように、その省庁間の調整があるのではないか。 それはあの少子化担当大臣がやるべきではないかというご質問だと思いますが、それにつきましては今、この危機管理対応の中では官邸において、省庁間の調整を行っているところでございます。そしてしかし、こうした事態もえ踏まえまして、中長期的な今、プランを、少子化のプランを作っている中において、こうしたときの対応等も踏まえて、さまざまな課題もですね踏まえて、この中長期的なプランについて、しっかりとえー あの作成をしてもらいたいと、このように、その作成段階においても,もちろん、省庁間の対応は、これはあの江藤大臣の方でするということではないかと思っております岸尾さん。あの危機だから官邸で調整しているんだったら、少子化担当大臣いらないじゃないですか。官邸とは違うところで気づいたところで仕事をするのが、この人の、でも驚いたことに、少子化についてのその後を考える、今は考えないという、びっくりする答弁がありましたけれども、もういいです。 で次に総理ね、後、あのー、手後手に回った対策で、ある意味、国内外に日本の信頼を下げることにつながったと思うんですが、政府のクルーズ船対応、これは先手先手ではなかったという認識おありですか、お安倍内閣総理大臣。まあこのクルーズ船につきましてはですね、えー、まさにこの3700人という、ま、 まあたくさんの乗客、乗員の方が乗船している船が来航する、そしてさまざまな国籍の方々がおられるという、これは今までに経験をしていない事態であったわけでございますが、クルーズ船の乗客や乗員の皆様に対しては、船内での感染が初めて確認された2月5日から14日間の健康観察期間が続き、まあ、精神的にも肉体的にも厳しいというご意見があった中で、感染拡大防止に最大限の措置を講ずる必要がありました。 こうした状況の中で、チャーター便における治験や、船内での感染拡大防止が有効に行われていたという専門家のご指摘も踏まえて、下船していただくという判断をしたところであり、適切な判断だったと考えているところでございます礼王さんということは、2月の19日から、えーっと、クルーズ船から乗客を下船をさして公共交通機関で返したことも適切と思われてますか、総理。 安倍内閣総理大臣あのこの今、下船につきましてはです、ね、西洋としては、この新型コロナウイルスはまあ未知の部分が多いウイルスであることに鑑み、専門家のご意見を踏まえ、下線された方々に対しましては、さらなる健康フォローアップ体制の強化、そしてまた公共交通機関の利用を避けることや、極力外出等は、 控えることを対象者に依頼し、感染防止、感染拡大防止と重症化予防に全力で取り組んできたところでございます。もちろんですね。あのその後、陽性だった方が、陰性だった方が陽性に転じるということも起こったところでございまして、これは果たしてこの。 実は陽性だった方を見逃したのか、あるいはまた陰性だった方がです、ね、中国でもそういう人がおられましたが、まあ、再び陽性に転じたのか、これはまだ明らかではないわけでございますが、もちろん完璧ではないわけでございますが、我々としてはです、ね、完璧ではなかったかもしれませんが、我々としてはですね、知見を生かし、最大限の対応をしてきたとこのように考えております。 クルーズ船を20日に下船した人がそれぞれ静岡と宮城で初めての感染者が確認をされました。厚労大,厚労大臣ね。これまで下船された方のうち、発熱の方は発熱等症状がある方は何人で陽性になった方は何人いますか？加藤厚生労働大臣。 これはの毎日フォローアップさせていただいておりますので、直近ということでご了承いただきたいと思うんですけれども、おしたがって3月1日の23時時点ということでございます。確認して症状があるという方が42名ということでございまして、この皆さん方には、こちらの方から受診をして、必要があれば PCR を受けてほしいということをお願いをしているというところであります。なおこれまでには 陽性になった方がトータル6名いるということでありますから、そのことは私どもしっかりと受け止めなければならないというふうに思いますし、また当初の健康カードの中で、外出等について、不要不急の外出をやめていただきたいということを十分に明記していなく、その後、専門家会議で指摘をされたということもございますので、その辺をしっかり反省しながらです、ね、常にこうした一つ一つについては、専門家会議に諮りながらですね、 進めていくということに、今、させていただいているところでありますの下船時に感染していながら、無症状だった人を公共交通機関で返してしまったという、そういう疑いが晴れないんですね、で23日に一転して公共交通機関の利用を自粛をすると要請をしたんですが。 これはなぜ解答まずですねあの、3月19日の専門家会議に健康カードをお示ししたときに、あごめんなさい、2月19日にお示しをしたときに、やはり今回の未知の部分があるということ、それからクルーズ船においては、やはり。あの 陽性者がかなり発生したということを踏まえて、まあ、念のための措置としてです、ね、そうした対応を取るべきだというご指摘をいただきまして健康カードを書き換えそれから住居中の方についてもすべて連絡をさせていただいて対応させていただきましたで加えてその後に陽性者が発生をしたということで これまでの健康フォローアップを定期的にとは申し上げておりましたけれども、これを毎日やるということ、そして健康フォローアップって本来、もともとの仕組みがあるんでありますけれども、その中においては、併せて交通,共通機関を下げていただくということを明記されておりますから、改めてそのことも申し上げたということであります江山さん。そうするとね あの厚労省は確かこの下船をさした乗客たちは、どのルートを通って自宅に帰宅をされ、どういう形で自宅で療養されている、まあ、2週間、それを把握していると思うんですが、少なくとも発熱等の症状がある42人、まあ、陽性が6人、その方たちがどのルートで公共交通機関を活用したか、それをきっちりもう一回調べ直して、その日時に同じ公共機関を使っていて、今、発熱等の症状がある。 クルーズ船じゃない国民の乗客じゃない国民には、優先的に検査を受けてもらうべきだと思いますが、いかがですか加藤厚生労働大臣。まずすでにあの陽性が判定した方に関しては、そうした移動の情報ともしっかり収集をさせていただいております。加えて、今申し上げた人と42人と申し上げたかね。 院についても、これまで逐次、上がったり下がったりしてるんですけれども、そういった方に対しても、健康フォローアップ、これは保健所が直接の窓口ですが、そこからは受診をしてほしいと、そしてあの発熱外来で相談をして、先生の判断で PCR 検査を受けてほしいということは申し上げているところであります。さん、はいあのー、私が言っているののははその42人は フォローアップはしてるのは分かるんですけれども、その人たちが大型あの公共交通機関を使ってしまった、しかも例えば東京とか神奈川とか近郊のいわゆるえ公共交通機関を使う人たちが多いところで、その列車等を使った方たちで発熱等があって、PCR 検査等を待っている人がいるんであれば、その方たちに優先的に検査をして差し上げるべきじゃないですかと言って,言ってます加藤厚生労働大臣。 その委員のおっしゃっているのは今言った四十二名の方々を含めてですね、えー、の濃厚接触者という方でしょうか。あのまあ、正直言ってそこまでのその疫学的調査はできておりません。あの陽性が発覚した発覚って陽性が、えー、判明した場合については。 積極的疫学調査をさせていただきます。けれども、単なるその症状というか咳、咳発熱で、これの中には1日で収まっている方もいらっしゃるということでありますから、あのその方全てについて今、今疫学的な調査をするというのはなかなか難しいと思っておりますが、ただまずいずれにしても、その方がその pcr の判定を受けていただいて、えー、陰性であればこれはまあとで取りあ,あの問題がないということになります。けれども、陽性の方に関してはその方がどういう通路？ 経路を介して出ていったのか、まあ、そういったこともしっかり明示をすることで,です、ね、さらなる感染の拡大を防ぐように対応していきたいというふうに思います 2>, 平野さん2月19日時点で、船の感染者割合は16.7%で非常に高いんです。でこれ、2月29日では19.5%と、2割に上がってるんですね。で同じ乗客でもアアメリリカやイタリアは 下船で帰国をさせた乗客を2週間隔離をしているんですよそれは w h o の方針に沿って2週間隔離をさせなければいけないなのに何で日本は隔離をしないで返しちゃったのかニューヨークタイムズ紙はクルーズ船対応も19日の下船その後隔離をしないことを間違いだと悪夢だと報道しています総理こうした海外の反応も含めてどのように受け止めてますか加藤厚生労働大臣 あのそうした判断に至った経緯については先ほど総理から答弁をさせていただきましたので、いや、下船と判断をしたのは、これまでのチャーター便の治験、あるいは実際の感染防止策が有効であるという専門家会議のご判断、まあ、これらを踏まえ、そして一方で、えー、船内におられる、特にご高齢の方々から、もうかなり 精神的にも身体的にも厳しいという声が上がってきている。まあそういった中で判断をさせていただいたところであります。で従っての言って,言ってるかそうしたエビデンスあるいは専門の検知を踏まえて、えー、下線の判断をさせていただきました。またアメリカにおいてはこれあのアメリカ側の都合ということでありますけれども、すべて私ども有下線対象者ではなくて、えー、少なくとも判定の分かんない方も含めてアメリカ側は あのあの米国に搬送したっていうんでしょうか、郵送されたということでありますから、まあ、その辺の違いも含めた、これは別途の判断があったんだろうというふうに思いますさんあの加藤大臣ね、チャーター便の治験というのは、武漢からお戻りになられた方たちは2週間、やはり保護観察をして、それが、治験が今回のクルーズ船に私は適用してよかったのかどうなのか、疑問があるんです。 でクルーズ船は3711人が乗船していて、そのうち乗員が1045人いるんです。乗客は個室で自主的に隔離状態に置くということをお願いして守っていただきました。ところが、乗員の部屋は相部屋、食事は大人数でビュッフェ、トイレ、浴室は共同です。感染の疑いのある乗客を医務室に連れていく業務、あるいは感染リスクのある客室に食事の配膳。 つまりね、仕事を介しての感染リスクが非常に高かったと思ってるんです。でところがその、武漢から帰国した滞在ホテルは民間ホテルですから、そうした生活支援をする従業員は感染リスクがない方たちでした。ここが一番大きく違うんです。だから、生活を支援をする方たちの感染リスクが高い、2月19日の下船直前まで生活支援で、そうした乗員と接触していた乗客が、 無症状だからといって、返されてしまった恐れがないかと、私、ここ非常に疑問に思うんですが、いかがでしょうか加藤厚生労働大臣。あのまず一つの考えは、チャーター便で、あのときは最初に PCR をして、それからお帰りになるときに PCR をして、こういうことを実施したわけでありますけれども、その分析から、要するに2週間の中において健康管理がなされ、 間において体調の変化がなく、そして PCR 検査が1回でも陰性であればです、ね、公共交通機関に乗ってお帰りいただいても大丈夫だという、こういう判断をこれはいただいた、これは科学的にいただいたわけであります、それから他方で、この院内における感染防止がどこまでできていたのかっていうのは、まさに委員ご指摘のように大変重要なポイントだと思います。 で確かにクルーを介するということに関しては、相当注意深く、ですねまず発症した等々の人たちに対しては、そういうサービスに当たらないということをお願いをしました、それからクルーが食器を出すときにも、基本的にはノブに触らず、た叩いて、ですね開け,開けること自体は乗客の方にお願いをし、そこに置いて行って、距離に近づかないような形で、食器の食器というか、食前をお渡しする。 まあこういう,こう一つ一つきめ細かい対応をさせていただく中で、実際、船内における状況がどうだったかということを、エピカブというんですけれども、専門家の方に分析をしていただき、そうした中で、専門家の皆さん方から、この2月の5日における感染防止措置は効いている、こういうご判断をいただいたということを含めて、最終的な下船の判断をさせていただいたということであります。さん いやあの加藤大臣のね、その真摯にお答えいただく姿勢も含めてね、船内の感染対策が徹底されてたと信じたいんですけれども、でも橋本副大臣が写真を SNS にアップしたとき、ゾーニングされてるっていう写真、びっくりしましたよ、ポールとロープで分かれて、混在シーンしかなくて、あれでゾーニングができてるのかと私は本当に思ったんですが、信じていいんですか。加藤厚生労働大臣 あのもちろんです、ね、あの先進国のそうした感染症の病棟のように、きれいに中が分離をされ、レッドゾーンと本当に全くのクリーンゾーンと分かれているという状況でなかったことは、その通りだというふうに思います、ただ、限られた条件の中で、そういう分そのリスクの高いところと低いところをどう分けるのかということに関しては、あの感染症の専門家にも入っていただいて、いろいろご指導いただきました。 であそこの,あの橋本副大臣が出した写真、ちょっと私は現地に行ってませんから、伝聞での物言い方になりますけれども、で要するに、あそこの先がいわゆる d マットの皆さん方が待機する場所であります、で出ていくときに完全なフル装備で行かれて、そしてそれぞれの部屋でかあの陽性の方、あるいは疑いのある方に対応し、そして戻ってくるときに、その衣服というんですか、防護服を脱ぐ場所を別途、違うラインに決めて、 そこでクリアランスして、また中に入っていただく、その出入り口の写真だったというふうに承知をしておりまして、その限りにおいては、行くときはこれ、防護してますから、帰りは全部そこで脱いで、そこから先にこの自分たちの待機場に入るときには、一定クリーンな状態で入ってきている、そういう仕分けを先ほど申し上げた感染の専門家等のご指導もいただきながら行っていたというふうに聞いてます。リオさん 乗員の,、ね、の方が、私、本当にあの敬意を表します、怖かったと思いますよ、だって防護服もマスクも最初配られなくって、そのまま仕事をされていた、マスクを1週間つけてるとか、もう感染角度で働いてるとお母さんに LINE をしてきてるとか、こういうの報道されてますよ、で実際に見ると、例えば日本人の乗員は60人いてえ、これは予算委員会に出していただいたんですが、陽性の方が5人。 インドの乗員132人いて、18人が陽性 13.、13.6%、フィリピンの方531人いて、乗員、陽性になった方83人 15.、15.6%ですよ、極めて高い罹患率、この人たちを乗客と一緒にやっぱ守るべきの措置、ここは、ここは反省だと改めて思うんですが、共有していただけますか。加藤厚生労働大臣、えー あの、確かにあの乗組員の皆さん方はあの2人1部屋におられたということであります。けれども、まあそれもあのほとんどが窓のないあの場所であります。それから、乗客の皆さん方はそれぞれの部屋にバスやトイレがありましたから、そういった意味では。 その同室の人は一定のリスクはあります、正直言って、しかし、同室外に関してはきちんとそこは対応すれば、ですね相当リスクは下げられたと思っております、ただ残念ながら、えー、クルーの皆さん方は、えー、そうした4人、結果的にあの2つの部屋で1つのバストイレでありますから、4人がい、まあ、わば同じリスクを負っていた、残念ながらそういうところにずっと言い,い,い続けていながら、 他方で中に対しておいて乗客の皆さんにサービスをお願いをしなければならなかった、まあ、この状況の中で本当にクルーの皆さん方は厳しい中で本当によくやっていただいたという思いありますし我々も可能であればもっと違う環境が作られればですね、それはそういったところをやっぱ選ぶべきだと思いますただあの状況の中で他の選択肢というのはなかなか私は見出し得なかったのであえてクルーの皆さん方には大変厳しい状況の中で また感染リスクも一定ある中で働いていただいた、まあ、それに対しては、本当に心から感謝を申し上げたいと思いますリアワさん。あの実際、2月19日に国立感染研が、クルーズ船現場からの外境を報告しています、これは北、脇田所長、暫定的な結論で、感染電波は乗員あるいは客室内で発生している傾向にあると明言してるんですが、やっぱりこれは乗員。 あるいは客室内で感染している方と同室だった方、そこにおいて高いという理解でよろしいですか、そう考えると、そう考えると、そうした乗員と2月19日の下船ぎりぎりまで生活支援を受けて、触れた可能性がある、それは感染リスクが乗客としては否定できないんじゃないですか秋田研究所長、はい、今、委員がご指摘のとおり、 クルーのメンバーの皆さんに関しては、やはり部屋を4人部屋でシェアをしていると、それから感染者の乗客の方も2人部屋の方、4人部屋の方いらっしゃいます、そういう方は感染リスクがやはりあると、これ、先ほど大臣の方からもエピカーブという言葉がありましたけれども、エピカーブを見ますと、2月5日の隔離措置が取られて以降、乗客に関しましては、明らかに、 あのその効果が出ていると2月7日以降まあ減少してきているということで明らかでありますで一方で乗員の,の皆さんはその後もあの少しずつ感染が見つけられてきたというところで感染リスクがあるということはまあ間違いがないというところでありますただ一方であの下船の問題につきましては2週間の隔離措置が適切に取られていればそこはあのまあ我々あのチャーター便の、えー データ等から、あのそれはあの適切に下選をしていただけるだろうと、ただし、そのやはりあの念のために先ほどの健康カードのことですとか、えっと普及普及あ、不要不急の外出を控えていただいて、マスクをしていただくというようなことで、えー、様子を見ていただくと、で健康のフォローアップをするということがありました。 でそれからまあ大事なことは、この新型コロナウイルス感染症については、非常に不明な点がまだ多いということで、クルーズ船におきましても、3700人余りのクルーズ船において隔離を行った経験というのは、世界にこれまでも例がないと、われわれはです、ねまあ、こういったあのことから、さらにあの調査と情報収集を行って、今後にもしこういうことがあれば、役立てていきたいという観点でおります井山さん。 あの政府が専門家会議を設置して、第1回目の会議は2月16日に行われたんです。なぜもう1日待たなかったのか、2月15日に加藤大臣が19日から下船をさせる方針を決めて、16日に政府の感染症対策会議で総理が19日から下船させるという発言をしている。 もう一日待って、その第1回目の専門家会議で、しっかりと専門家に議論をしてもらって、きっちり見える形の議事録等を残して、後にそれが検証できるような、そういう丁寧な決定をなぜ経なかったのかが私、分からないんですけど、なぜでしょうか。加藤厚生労働大臣 まず1つは、あの下船の準備というものを進めていかなければならない、これは行って PCR やりながら段取りやりまして、今日決めたから明日下船というわけにはいかない、まあ、そういうスケジュールの問題。 それからあの我々全く専門家にあの全然あの相談をしたわけでは相談していなかったわけではなくてこれも個別にですねそれぞれの状況等についてご相談をしながら結論を出させていただきまあそうした中でそうしたことを踏まえた上で健康カードも作らせていただいたわけでありますがただ先ほど申し上げたように 一定程度これで反映していると思ったこと、これはやはり私ども反省しなければならない、やはりきちんとですねこうした紙一つ一つ、専門家会合の皆さん方に見ていただいて、一言一句チェックをしていかなきゃいけない。そのことはあの 私としては十分ではなかった、まあ、こういう思いを持っておりますんで、まあ、それ以降については、私ども出す文書一つ一つについて、専門家会合の,あの一人皆さんに見ていただいて、文言も一言一句見ていただいて、提出すると、まあ、こういう姿勢で取り組んでいるところでありますさんあのクルーズ船の乗客、まあ、降ろすこともそうなんですけれどもあの、そういうのって全部議事録とか取ってますか、省内の会議とか。 大臣に挙げた決済を得るものとか、その政策が決められる途中経過の議論、どの専門家に聞いて、どういう知見を得られて、それをどういうふうに活用していって、そして政策判断に結びつけたかという、途中経過が分かるもの、残ってますか。加藤厚生労働大臣 あの正直言って、いろんなレベルでいろんなあの専門家の方に聞いておりますから、それを一つ一つ確認しているわけでもありませんし、時には私自身が専門家に電話をしながら、これどう考えているのかって聞くこともあります、したがってそういったものは必ずしも議事録に残っておりませんが、ただ、先ほど申し上げた下船を確認したときの資料とか、そのときの判断に使った資料とか、そういったものはあの残しているつもりではあります蓮舫さん。 今おっしゃった残ってないものがあるというのは私は非常に問題だと思っていますあの総理が唐突にイベント開催自粛を一転して中止延期要請にしたことを自治体に検討としていた学校休校を翌日に総理要請で一斉に休校と要請をしたのもみんな実はどこで決まったか分からないんですね政府の対策会議で結果だけが決まっているんですよ結果だけが報告されているんですそして総理の一日を調べたんですけれどもそうすると そすべて総理が結果をひっくり返す直前に、官邸で総理、官房長官、会見だ関係大臣、そしてえ関係省庁の事務次官、あるいは総理の所管等が入って、1時間近くの会議を持たれてるんですね、ここで決めてきたんですか、総理安倍内閣総理大臣。あの先ほど 文部大臣から答弁をさせていただいたわけでございますが、やっぱ1週間前からです、ね、そうした議論が政府内であったわけでございます、やはり一斉休校についての議論があったわけでございますが、そういう意味におきましては、これは現状において、果たして一斉の休業がふさわしいかどうかということについては、みんな頭の中にあったわけでございますし、考えていたのは事実であろうと。 ここう思う思ところでございますそしてその中におきまして、えー、先ほど来、えー、申し上げておりますように、専門家の皆様がです、ね、ここ 1, 1、2週間が拡大するかどうかの瀬戸際であり、まあ、正念場であるというご発言をされた中においてです、ねえー、この、えー、新型コロナウイルス感染症に関しては、対策本部に先立って、私のもとに、 官房長官や厚生厚労大臣、関係省庁の幹部が集まって突っ込んだ議論を行い、その結果を踏まえ、対策本部において、私が指示をしているわけでございますが、まあ、それについては、まあ、記録の,、えーまああの指示をしているところでございますが、それとともにです、ね、今申し上げましたように、えー、随時、秘書官、あるいは官房長官が集まり、また厚労大臣、また場合によっては文科大臣が入り、部屋で協議をしているということでございます。 まあその中でです、ねえー、判断をしたとといいうことでございます、まあ、最終的な判断につきましては、これはです、ね、もちろん対策本部においてです、ね、私が申し上げ、まあ、そこで決まったということでございますが、そういうの先立って、今お示しになったようなです、ね、場において、判断を固めていったということではないかと思います。 蓮舫さん、はい、お認められました。この場で判断を固めていって、最終的には対策会議で発表する。議事録全部残ってますか？全くない。はい、菅官房菅内閣官房長。その本部会議の前に今委員ご指摘がありました。その総理の下で、えー、まあ連絡会議をというんですかね。を を行っているわけでありますけれども、この、ここでの感染拡大防止に向けて、全力取り組んでおり、現時点においては、その連絡会議の記録については、まだ作成はされておりませんけれども、今後、事態への対処を進める中で、ここは、記事用紙あ、記事概要ですか、こうしたものをしっかり作っていく予定であります。 根尾さん議事概要を作っていく、じゃあ、メモとか議事録とか、どういう議論、どういう資料が使われたかって、全部残ってるんですね菅内閣官房長官。まさにこの、現時点においては、作成されていないということを申し上げましたが、 連絡会議の記録は今後、時代への対処を進める中で、内閣官房において、これは適切に作成される、こういうふうに考えております。そして、ここで議論者内容については、この議論に、対策本部の議論に反映され、議事概要については順次、ここは公表されていく、連絡会議の議事概要というのも交渉していきたい、こういうふうに思います。さん あのこの内閣の公文書管理はもうすでに信用は失墜しているんです。あの北村大臣、お伺いしますが、公文書管理の最大の原則は何ですか北村担当大臣。 公文書管理第1条この法律は国および独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として主権者である国民が主体的に利用しうるものであることに鑑み国民主導の理念にのっとり公文書等の管理に関する 基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存および利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国および独立行政法人等の有するその諸活動を現在および将来の国民に説明する責務が 責務が全うされるようすることを目的とするものであると、一条に定めております蓮舫君いや、公文書管理の最大の原則は何ですかって聞いた、条文読んでくださいなんて言ってませんよ違いますで北村担当大臣。 大臣行政機関の職員は、第1条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程、ならびに当該行政機関の事務および事業の実績を 合理的に後付け、もしくは検証することができるよう、処理にかかる事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならないとなっておるところであります根山さん。それは法律第4条で、条文を読んでくれと言ってません、最大の主義は何ですかって聞いてるんです、最大の原則は。 村担当大臣お答え申し上げます、まあ、その上で、公文書管理制度は、行政の適正かつ効率的な運営を実現するとともに、現在と将来の国民への説明責任を全うするためのものであることを明らかにしておりまして、極めて重要な制度であると認識しておるところであります以上です。

北村担当大臣お答えいたしますえー 原則は文書主義ででああることであります先ほど4条を、行政機関の職員は第一条の目的の達成にするため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程ならびに当該行政機関の事務および事業の実績を合理的に後付け、または検証することができるよう、処理にかかる事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならないという文書主義であります。 蓮さんはい、文書主義なんです、だから第1条の目的で、現在と将来の国民に説明する責務がある、だから文書で残さなきゃいけない、ところが今日お話を伺ってても、まだ専門家会議の議事概要、議事録出てきてない、あるいは官邸でイベントをどうするかって変えたこと、あるいは一斉小中高休校にしたこと、クルーズ船を下船をさせる方針を決めたこと、官邸での会議の議事録もまだできていない。 これ、同時に作っていかないと、これから先どういう事態になるか分からないから、しかも、この内閣は口頭決裁が認められたり、公文書が改ざんされたり、記録が残っていなかったり、本当にありえないことが続いているから、この文書主義を今すぐ徹底すべきだと、公文書担当大臣、自ら動くときじゃないですか。 田村担当大臣お答えいたします先ほど申し上げました通り文書主義の行政が実現できるように頑張ってまいります令和 <laughs> <laughs> さん確認します大臣の認識では 世界や日本を今、不安にさせている、ワクチンもない、薬もない、そして感染者が増える、高齢者が重症化して亡くなるという、大変不安な新型コロナウイルス感染症の問題なんですが、これは国民の生命、身体、財産に大規模かつ重大な被害が生じ、または生じる恐れがあるとの認識をお持ちですか。 北村担当大臣。 はい、北村担当大臣。お答えいたします、そのような認識を持っておりますその認識があれば、公文書担当大臣としては、行政文書の管理に関するガイドラインで、今の事態、 この不安な解決策のない、それは与野党を超えて対処をしなければいけない事態を、歴史的緊急事態と定義し、記録の作成の確保をするように制定されていることはご存じですか北村担当大臣。 お答えいたします公文書管理のガイドラインに示されております、歴史的緊急事態に該当するかどうかについても、事案の推移を注視いたしつつ、社会への影響や国家としての教訓が明らかになった段階で判断する,ものでするべきものであろうと考えており、えー、現時点で該当しないと判断しているというわけではありません。以上です 蓮安さん、どっちですか。回答しない。しない。認識してて、なんで判断しないの。担当大臣、北村担当大臣。お答えいたします。先ほど申し上げた通りであります。 早期止めてください北村担当大臣 お答えいたします、えー、事案の推移を注視いたしつつ、社会への影響や国家としての教訓が明らかになった段階で判断すべきものと考えるところでありますす以上ですさんいや、推移を注視して、判断するまでの間に、政府に都合の悪い資料や会議力やメモや資料等が廃棄されちゃったら困るんですよ、だから言ってるんです。 この内閣は質問通告があったら1時間後にシュレッダーされてるじゃないですか。だからそういうことがあっちゃいけないから、歴史的緊急事態に定義をしてほしい。それは国家社会として記録を共有すべき歴史的な重要政策で、社会的影響も大きく、政府全体としての対応、それが将来の教訓として重要なので、記録作成を確保せよと、大臣が判断すればそうなるんです。まさにに将来ののの教訓のために全ての会議録やメモ 資料残すそのための行動を取るべきじゃないですかそれが取れるのは唯一北村大臣だけなんです はい、北村担当大臣お答えいたします、まあ、最終的には、各省において判断することではありますが、歴史的緊急事態に該当するかどうかについても、事案の推移を注視いたしつつ、社会への影響や国家としての教訓が、 明らかになった段階で判断すべきものと考えておるものであります。以上です。それそれでいいんじゃない？レオさん。あの三一一の東日本大震災の時に、当時野党だった自民党に激しく激しく球団をされ批判をされたのが、我々が議事録や会議録やメモ、備忘録、資料整理をされてない。 時系列に残ってない、行政ファイルに公文書として管理をされていないということだった、そのとおりでした、その批判を私たちは真摯に受け止めて、当時の岡田副大総理は、すべて遡って311まで、手控えのメモ、公文書、すべての省庁、ファイル、あるいはメール、全部を復元をして、そしてそれを歴史に残す公文書だとして、公表しました、後の教訓だからです。 公文書といいうのはここれぐらい大事なことなんですよ北村大臣で、あなたの認識大丈夫ですか、ガイドラインでは、推移を注視して各省庁がやるのを見守ってるなんて書いてないんですよ、歴史的緊急事態に定義するのはあなたの権限で、閣議等の場で提案をして了解を得たら、初めて歴史的緊急事態となって、すべての公文書のメモが残るようにセットをされるんです、なぜ判断してくれないんですか、してくれませんか。 諦めて。 北村担当大臣お答えいたします、えー、最終的には行政文書の作成保存については各省が行うこととなっておりますもちろんガイドラインの歴史的緊急事態に該当するかどうかについても事案の推移を終始いたしつつ 社会への影響や国家としての教訓が明らかになった段階で判断するべきものと考えておるわけであり現時点では該当しないと判断しているものではありません以上です平尾さん安倍総理この大臣で大丈夫ですか私ね、北村さんはご立派な人柄だし政治経験も長いし大変真摯に対応してくれる人だと思いますけれどもこの この感染症が我が国を不安に陥れている中で、政府や総理の決定が1点、2点、3点、どこでどうやって決めたか検証できない、議事録がまだ全く出てきていない、それをしっかり公文書として残せという、それだけの資質があると思うんですか、それと総理から大臣に歴史的緊急事態だと指定をするように、動くように指示してください。安倍内閣総理大臣あの ただいま担当大臣としてです、ね、公文書のについての担当大臣としての見解をですね、政府としての見解は、北村大臣が述べたとおりでございます。でそこでまあれにいたしましてもです、ね、今回の事態について、私がどのような判断をしたかということについてはです、ね、これはまさに最終的な判断を行ったのは、対策本部においてのこの判断でございます。その過程において、まあ、例えばですね まあ連絡会議等々で議論をしている、あるいはまたまあ専門家の皆様の議論等については、これ、概要法、事概要法であっても、これはあのどのような方向で議論がなされたかということについては、お示しをできるものであろうと、こう思っているところでございますが、いずれいたしましても、法令にのっとって適切にまた検証可能なように対処していきたいと、このように考えております。 引き止めてはい、安倍内閣総理大臣あのこの歴史的緊急事態についてです、ね、どのように対処するかということについては、北村大臣が担当大臣としてまさに判断をされるものだと、このように考えておりまリオンさん。 この大大臣に任せて大丈夫ですかだから総理が疑義を持たれている公文書に関しての立場の総理だから、総理が公文書としてちゃんと残すように、北村大臣に指示をしたら、これから先、改ざんとか削除とか、シュレッダーとか、あるいは口頭決済とか、そういうことがなくなるのに危機感全くないんじゃないですか、はい、安倍内閣総理大臣、まさに国民の命と健康を守ることはですね、 政府としての最大の責務でありますから、その期間を持って対応しております以上で、蓮王さんの質疑は終了いたしました。 次に足立信也君の質疑を行います足立信也